ベアナックルというタイトルがメガドライブで出ていましたけど、実は日本でそれほど人気がなくて、むしろアメリカとかヨーロッパで人気が出たタイトルだったんですね。実を言うと、ベアナックルの続編の制作のプレゼンテーションを私自身も何度かやってきたんですけど、その時はシガさんがあまり興味を持たれてなかったようで、それはもう20年ぐらい前の話で、今回なんとフランスの方で作られるということで、面白いことだなと思ってますよね。そういう新しい時代においてのベアナックルが日本ではなく海外の方から出るということは非常にエキサイティングなことだと思っています。ベアナックルはもともと私と川島さんでずっとやってきたタイトルなんですけど、それが単純にいろんな方が手掛けることによってどういう音楽世界になるのかっていうのは単純に興味がありますし、もちろん皆さんはすごく非常に優れたミュージシャン作曲家の方なので、いろいろとこう楽しめるサウンドが出来上がってくるんじゃないかなという期待感はありますよね。山岸さんは私初めてお会いしたんですけど、彼の代表作の音楽はもう知っていますし、下村さんはたびたびお会いして飲んだりとかしているので、全然同じ業界で、いつも頑張っている方っていう、そういうイメージで来てて、なんかベアナックルで一緒になったっていうのはすごく不思議ですよね。面白いなと思うのが、下村さんに関してですけど、彼女はストリートファイター2を手掛けていますよね。ベアナックルはもともとストリートファイターを2を超えてほしいというか、当時のセガの社長に叱咤激励をされまして頑張ってくれと、でそうやって作ったタイトルなので、面白いなと思うのは、そういう出発点がそういう出発点で、今回その曲を作った下村さんと一緒に作るというのが、なんとも不思議な運命だなというふうに感じました。僕はもうすでに2曲作ってしまったんですけども、その当時はですね、90年代の新しいサウンドをその内蔵音源で表現するっていうことを目指してたんですね。で、今じゃあ例えばベアナックル4ということで、その作ろうとした時に新しいそのサウンドを作るっていうことがそれでいいのかなっていうふうに思って、やはりその最初はですね、当時は作りたいものを作ってベアナックルになったんですけども、今は作りたいものを作ってもベアナックルにならないっていうことにまず気づいたんですね。それで最初は正直ちょっと悩みました。やはりその前のベアナックルを聞きながら、何がベアナックルなんだろうって自分なりに考えてみました。で、その答えを出した感じです。ベアナックルって改めてメロディーとかじゃないなって思ったんですよね。で、いろんなフレーズのパーツがこう織り込まれている編み物みたいに なぜかそうなってたんですよ。そのベアナックルサウンドっていうのをどうしたら今の音源を使って過去のベアナックルの世界観が出せるのかなって思って作った感じですね。そもそもベアナックルの音楽というのは、80年代後半から90年代前半ぐらいにかけての、いわゆるクラブミュージックの影響を強く受けています。で、今回作るにあたってどういう曲にしようか、今風というか、例えばそれが EDM であったりでいろいろ考えたんですけど、やっぱり当時やりたくてもできなかったことを今再現するのが一番いいのかなというふうに
ちょっと持ってるところがあって、ネットの皆さんの意見とかも、まあ、ちょっとちらっと見たりとかしてると、まあ当時の曲の感じを随分求めてらっしゃる方が多いんじゃないかなっていうふうに見えたので、その音楽を再現するために当時の音源を使うっていうのも全然ありかなというふうに思っています、ね。